ました。はい。なのでちょっと音の方も。ごめんなさい。よし、これを。福島ランジェです。さあ始まりました、アーケードゲームプレイヤーの頂点を決める頂点を決めるコナミの e スポーツ公式大会、コナミアーケードチャンピオンシップ特別番組第2回です。イエーイ、始まりました。さあ世間ではですね、お盆休みが終わりましたが、皆さんはどう過ごされましたか？私はですね、初めて夏のビッグマーケットに行ってきました。はい、
ね、あいにくの天気と、まあ、ちょっと暑さでね結構不安定でこう大変だったんですけれども、それに負けないその会場の熱量がまたお祭りのようでとっても元気をいただきました。はい、じゃまだまだ暑い日は続きますので、アミューズメント施設をはじめ、外出するときはですね、皆さん暑くならないようになりすぎないようにね、くれぐれも熱中症にはお気をつけください。はい、さあ今回の放送では KC で追加されたあの曲のお話をですねゲストを呼んで伺ってみたいと思いますのでお楽しみに。さあまずは KC についておさらいしていきましょう。さあコナミアーケードチャンピオンシップとは、アーケードゲームプレイヤーの頂点を決めるコナミの e スポーツ公式大会です。オンライン予選を勝ち抜いたトッププレイヤーたちが集結し決勝ラウンドを戦います。そして対象タイトルは次の通りとなっております。ビートマニア 2DX30 レジデント、ダンスダンスレボリューションエース3、ダンスラッシュスターダム、ギタドラファズアップギターフリックス、ギタドラファズアップドラムマニア、ユビートアベニュー、ポップミュージックユミラボ、サウンドボルテックスエクシードギア、クイズマジックアカデミー黄金の道しるべ、チェイスチェイスジョーカーズ、マージャンファイトクラブエクストリーム、マージャンファイトガール、ボンバーガールレインボー、エルドラクラウングレンの覇者の14タイトルとなります。さあ KC のエントリーは絶賛受付中、まだまだエントリーできますので皆さんの参戦待っています。そして現在は予選ラウンド A が開催中です。熾烈なランキング争いが繰り広げられています。せっかくですのでここで各タイトル部門のランキングを見てみましょう。選手の読み方など間違えてしまったら本当にごめんなさい、許してください。はい、さあまずはこちらです。ビートマニア 2DX。 さあ7つの鍵盤と1つのテーブルをリズムに合わせて、1つのターンテーブルをリズムに合わせて操作する DJ シミュレーションゲームです。現在 KKN 選手が1位となっており、上位はですね上位10位このようになっております。はい、 KKN 選手はザ・ナインス KC のチャンピオンとなってましたね。またやはりと言いますか、はい、 BPL の選手も多く見られます。まあ、BPL と違って、まあ、完全なる個人戦となりますので、まあ、どういった戦いとなっていくのでしょうか、非常に楽しみです。さあ続きまして、ダンスダンスレボリューション、数々の社会現象を巻き起こし、もはや知らない人はいない伝説のダンスゲームです。ダンスダンスレボリューションではフリー部門と女性部門がありますので、それぞれ見ていきましょう。まずはフリー部門、現在1位は大島選手となっており、以下上位10名はご覧のようになっております。はい、さあ前回ザ・テンス KC のチャンピオンの響選手も、はい、3位につけていますね。こちらも BPL の選手もが、はい、多く見られますね。はい、さあ同じチームだったものも KC では完全なライバル、お互いに高め合っていくものも見ものですね。はい、さあ続いて女性部門です。1位はハムボーンズ選手、以下上位10名はこのようになっております。さあ2位のポー選手は前回のザ・テンス KC でチャンピオンとなっていましたね。他にも前回の出場者が多い感じでしょうか。さあ新たな女王は誕生するのか楽しみです。さあ続いてダンスラッシュスターダム。さあ今回はですねソロ部門スコア動画審査ブロックとソロ部門スコアトライアルブロックが開催されます。さあソロ部門はですね、ソロ部門こちらスコア動画審査ブロックではオンライン予選を勝ち上がった上位4名、ソロ部門スコアトライアルブロックではオンライン予選を勝ち上がった2名が決勝ラウンドに進出します。さあソロ部門スコア動画審査ブロックを見てみましょう。はい、ご覧のようになっております。1位に引きがや選手をはじめ、さあ上位10名はこのようになっております。
はい、こちらもおなじみの方々が名前がね載ってますね。さあリリー選手はエイスナインスの KC でチャンピオンとなっていましたね。こちらは動画審査もあるとのいうことですので、その結果も加点されるのでまだまだ結果は分かりません。さあ続きましてソロ部門スコアトライアルブロックです。1位にテンソン RH 選手をはじめ上位10位圏内はご覧のようになっております。さあこちらは、はい、やはり満点が続出となっております。まあ、こちら満点が続出しておりますが、そのスコアを取った回数が一番多い人が、予選ラウンド A からの進出者となるため、まだまだ結果は分かりませんね。まだ予選ラウンド B もありますので後半も楽しみです。さあ続いてギタドラギターフリックス、ロックな曲に合わせてギターを弾きまくる体感型音楽シミュレーションゲーム、こちらのランキングはいかがでしょうか。はい、1位にもうすでにお疲れ様選手、上位10名はご覧のようになっております。さあこちらはギタドラの、ね、文化といいますか、あのユニークな、ね、名前が並んでいますね。スコアの更新もまだまだ続いているようなので熱戦が期待されます。さあ続いてギタドラドラムマニア、本物のドラムさながらの演奏で臨場感たっぷりの快感プレイが味わえる体感型音楽シミュレーションゲーム、こちらのランキングはいかがでしょうか。はい、1位にビバッジメル選手、上位10名はご覧のようになっております。さあビバッジメル選手は前回のチャンピオンでもありますね。こちらもランキングの更新が、はい、かなり激しいようです。ギターフリークス同様熱戦を期待しています。さあ続いてユビートです。音楽に合わせて光る16のパネルをリズミカルにタッチする音楽ゲーム、さあこちらのランキングを見てみましょう。さあ現在トップを走っているのはコバ選手です。他上位10位圏内はこのようになっております。さあここも KC の常連が多そうですね。はい、今年の KC はどなたがチャンピオンとなるのでしょうか。楽しみです。さあ続いてポップミュージック、バラエティあふれる音楽に合わせて9つのボタンを叩く気持ちよさと個性豊かなキャラクターが人気のシリーズ、こちらはフリー部門と女性部門があります。さあフリー部門のランキングから見てみましょう。1位にタツ選手、他10位圏内はこのようになっております。さあこちらもですね、常連が多い感じでしょうか。現在、KC10 連覇中のタツ選手、昨日から順位を上げて1位になりましたね。昨日の多分夕方までは多分まだ3位くらいだったと思うんですけれども、ここでガッと23時時間を見ると分かるんですけれども、はい、1位に上り上がりました。さあフリー部門は彼が新たな記録を打ち立てるのか、それとも新王者が生まれるのか、楽しみですね。さあ女性部門ランキングを見てみましょう。さあ1位に天海選手、さあ天海選手も過去の KAC ではセブンスとテンスでチャンピオンを取っていますね。ここでは1位から10位の表示をしているのですが、その合計スコアの差は約8000点、非常に競った戦いとなっていますね。はい、こちらもどのような戦いになるのか楽しみです。さあ続いてサウンドボルテックス、6つのボタンと2つのアナログデバイスを操作し音楽にエフェクトをかけながらプレイするリズム音楽ゲーム、それではランキングから見てみましょう。1位にゆういち選手、他上位10位はこのようになっております。ゆういち選手は前回テンスの KC でチャンピオン、また7位のミニ選手もエイスナインスとチャンピオンを取られています。さあサウンドボルテックスも EPL を開催していました。それに伴いプレイヤーのレベルも上がってきたのではないでしょうか。激戦が期待されます。さあということで現時点の予選ラウンド A の状況を振り返ってみました。予選ラウンド A はまだ9月12日まで行われています。
まだまだ熱い戦いが期待されます。予選ラウンド B も控えていますし、これからも楽しみですね。まだまだ皆さんの参戦待っています。さてここからは KC の楽曲のアーティストをお呼びしていろいろなお話をお伺いしていきたいと思います。さあ前回は共通課題曲パーフェクトイーターのかなたんさんでしたが、今回はじゃか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 じゃん、この方ブラッキーさんです。皆さんこんばんは、ブラッキーです。お願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか、出づらかったですか。迫真のドラムロールが入って、はい、こう奏でました。もうブラッキーさんだから、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということですね、ブラッキーさん、はい、こちら予選ラウンド A の解禁楽曲をですね、はい、はい、作成していただきました。はい、はい、カルドウェル99ですね。はい、早速ですがこの曲について制作のエピソードや聴きどころなどをお伺いしていきたいと思います。はい、まずこの曲は、はい、2DX と、うん、ポップミュージック、ダンスラッシュの、はい、3機種に、入る曲ですというふうに聞かされておりましたので、はい、まずは、一番大事なのところとして、うん、ダンスラッシュに入るっていうことなので、まあ、なのでまずこう、はい、ダンスラッシュに入る曲で、まあ、早かったらダメじゃないですか。あ、そうですね、踊りづらい曲とかになっちゃうと良くないので、うん、まあ、まずはこう BPM を、まあ、140に、まあ、僕結構 BPM を最近決めることが多いんですけど、おでそれでまず142っていう BPM を決めて、うん、でポップンでも 2DX でもこう楽しめるようにこう要素として、まあ、まず考えたのは、あ、ポップンか、ポップン久しぶりに入るからなと思って、うん、まあ、ちょっとなんか僕ポップンではこう結構ピアノが中心の、あ、はいはいはい、こう結構おしゃれな曲を、うんうんうん、入れてもらうことが多かったので、まあ、ちょっとこうダンスラッシュのこう踊れるサウンドにこうおしゃれなこう自分のおしゃれな路線をこう混ぜ込むと、はい、いうことで、まずこうダンスラッシュとポップン、自分の中でのポップンらしさをクリアして、うん、であと 2DX っぽいのか、うーん、とりあえずスクラッチ入れとくかみたいな感じでちょっと軽率なんですけど、はい、まあ、これ大事大事です、これちょっとお皿をちょっと、うんうんうん、こう入れさせていただきました。そういう曲がこうこの曲、今回 の, このカルドウェル99ということで、はい、個人的にちょっと気になったんですけど、その曲名ってどんな意味なんですか。うん、はい、これはですね、うんうん、コールサックと呼ばれる暗黒星雲、はい、暗黒星雲、暗黒星雲、まあ、はい、星の雲と書いて星雲のことで、その別名なんですよね。別名、別名で、はいはい、別名がカルドウェル99っていうのがあって、多分検索したら出てくると思いますけど、出てくる、はい、あ、そうなんですね。なんでなんかこうコールサックでも良かったんですけどね、曲名は。あ、まあ、そのなんそうですね、なんすけど別名義じゃなくてもなんかこう99 99、なんか数字つけたらおしゃれじゃねえと思っていうなんかそういうちょっとなんかこうね、いいですね、なんとなくつけたみたいな、なんとなくつけた、いやでもいやこっちで良かったと思う。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。読み応えもありますし、読み応えある読み応え、なかなか読み応えをね褒められることないんですけども、はい、ありがとうございます、はい、あ、じゃあやっぱり曲も、ま、私も、まあ、もちろんもう皆さんプレイされてるので、うん、まあ、聞いてる方はもちろんだと思うんですけども、うん、やっぱりこう星をイメージ、宇宙をイメージしたような楽曲なんですかね。そうですね、まあなんか、はい、これもまあポップミュージックでは結構なんか、うんうん、僕なんかこう宇宙っぽい曲を作ることがなぜか多いんですけどなんかまあもうこうポップにも限らずなんですけどね、はい、なんかこうなんか宇宙ってでかいじゃないですか、うんうんうん、でかけりゃいいみたいなこうスケール大きくあるじゃないですか無限ですからね、はい、もう、まあ、なんかそういうね、こうすぐこう、こう僕もね、なんかこうでかいの好きなんでこう壮大なテーマでこう取り掛かったということで、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、はい、じゃあぜひね皆さんにその、うん、あ、もっと聞きたいことあった。なんだ。ブラッキーさんって、はい、プレイヤーとしてもめちゃくちゃお上手じゃないですか。あ、まあまあ、一応そう、まあ、いろいろやらせてもらってますけども。やっぱりその上でのその視点で、まあ、なんかポイントでこうちょっと狙ったところとかあるのかな。まあそうですね。まあでもこう今回はやっぱりダンスラッシュにまずこう軸としてはダンスラッシュで踊りやすいっていうのがあったので。
まあってなると、まあ、なんかこう難しすぎるわけでもなく、こうなんかこう楽しめるような難易度、まあ、KC って言ってますけども、そうそう KC だけどもKC って言ってますけど、まあなんかこう、まあ、ちょっとこう歯応えもありつつ、はい、なんかこう楽しめるような曲を目指してみた感じですね、はい、ありがとうございます、やっぱりこうね、ほらプレイがやっぱりかなりその上手っていうのも、うん、だってね、回転とか取られてるじゃないですか。いやいやいや、まあ、まあ一応まあ、はい、だからトッププレイヤーのこの視点で、うん、なんかこうなんかギミックがいろいろあるのかなって、ね、まあそうですね。まあでも結構こう 2DX に入る曲としてはこう、うん、こう意図的にこうスクラッチを多く入れたっていうのは結構初めてだったりするので、うん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 、なんかその辺がプレイヤーにどう刺さってるのかっていうのも気になりますね。もしかしたらちょっとなんかズレが、あー正直こうズレ譜面とかもなんかこういやらしいことな気がしますね。ありがとうございます、はいはい、じゃあ改めてあの皆さんにね、あの今からまたお伺い、あの聞いていただきたいと思うんですけれども、特にまあ ここに注目してほしいな、聞いてほしいなっていう音とかなんかポイントあったら。あー、はい、そうですね、結構多分皆さんからすると、うんうん、結構僕ラッキーの曲っていうのは結構激しい曲のイメージ、結構僕結構サウンドボルテックスの方 で、ね、あの曲を書かせてもらうことが多いんですけど、うんうんうん、なんかそこで BPM 早いとか結構音数多いとかそういうのを、そういう曲が多かったりするんです。で、まあ、なんかこうこういう曲もこういうブラッキーもあるんだぞっていうのも知ってもらいたい、ある意味挑戦的な。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ではそこを皆さん注目して、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。いい、それではカルドウェル99です、お聞きください。ありがとうございます。本当に素敵な曲を作ってください。ありがとうございます。いやもう本当にまずイントロ、うん、イントロから、うん、あもう神曲、はい、みたいなめっちゃいいです。このやっぱり、いやありがとうございます、はい、イントロがね、そう大事です入りその、まあ、どの機種においてもそのイントロ大事なんですけど、やっぱりそのダンスらしい、うん、ダンスをするっていうのはやっぱりイントロでこの始まりますよっていう、こうなんかウォーミングアップじゃないですけど、このスタートのこう入りから、うんうん、なんかピアノの音がこう星、うん、軽快なこう星を連想させるような音で、すごい心地がいいんです。お、はい、めっちゃコメントうまいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。あと個人的にその 2DX とかもピアノの音が入ってるの好きなんですよ。ああ、はいはい、だから
もう好きと思って。ありがとうございます。はい。いやなんかあとそのなんかその星をイメージすると思ったので、どんどん出てきますね。どんどん出てきちゃう、もう良すぎて、そのなんかプレミアムも見たんですよ。あの早速その曲を踊った方が動画投稿されてて、やっぱその光る床との相性が良すぎる。その光とそのピアノの音がもうキラキラってのが合わさってて、これは体を動かしてる、踊ってる側も楽しいなって気持ちのいい曲だと思いました。ありがとうございます。めっちゃ褒められた。めっちゃ褒めました。ありがとうございます。なんか どうでしょう。どうですかね。視聴者からのなんかコメントというかね、さっきもちょっとチラチラ見てましたけども、どうですかその感想というか、ブラッキーさんが聞いてもらったその視聴者の感想を受けて。いやまあでも本当にこういうね、こういう路線があることを知ってもらえるの嬉しいです。まあこういろんな機種にこう一緒に入るってことが今までなかったので。そういう意味ではすごく嬉しいですし、こういう機会もあって、僕こう今までボルテで結構曲を作ることが多かったので、この一緒にいっぱい一緒に入るのにボルテに入らないっていうのもすごい不思議な気持ちになってしてるのもあったりするんですけどね。はい、いやでも本当3機種のいいところをちゃんとこうポイントを押さえた楽曲だった、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん遊んでください。さあそれではこのカルドウェル99をはじめとした楽曲解禁方法となります。さあこれらの楽曲はそれぞれの方法で解禁されますので、こちらをご覧になって解禁してぜひプレイしてください。さあさらに追加される楽曲はこれだけでは終わらないとか、はい、書いてないのでわからないですけど、はい、終わらないそうです。はい、さあ続いて、あ、こんなんかもうちょっとごめんなさい、はい、ちょっと切り替えます。はい、ということで、はい、皆さん引き続き楽しみにしていてください。さあここからはですね、はい、ブラッキーさんを交えて、はい、告知タイムです。はい、進行していきたいと思います。おー、行くぞ行くぞ。はい、さあ続きましてオリジナル e アミューズメントパスカードプレゼントキャンペーンです。イエーイ。さあ予選ラウンド期間中、対象タイトルをプレイするごとに獲得できる KC を集めて、先着抽選でオリジナルイラストのいいアミューズメントパスカードをゲットしよう。ありがとうございます。さあ現在第1弾が開催中ですが、明日から第2弾が開始されますということで、今回ですね特別に、はい、サンプル持ってきております。さあこちらカメラの方に映していただけますか。じょじょん、かわいい、書き下ろしですよ。はい、今回ユビータとポップンのコラボということで、はい、こちらスミスとミミちゃんですかね。ミミちゃんだっけ。ミミちゃんですよ。ミミちゃんですよね。ミミちゃんですよ。ミミちゃんですよね。ですよね。スミスとミミちゃんの、ね、はい、ということで可愛いですね。これもこうポンポン持って KC の T シャツを着てるという、はい、こちらも。頑張れそうですね。頑張れそうですね。そう、応援してくれてるんで、はい、ぜひこちらのオリジナルゲットしてくださいね。ヨミちゃんは？ヨミちゃんは？ヨミちゃん？あ、確かに。あ、じゃ確かに。なんで片方だけ？なんでヨミちゃんは？って思いますね。これは、うん、なんか、あ、今後ある感じ？うん。あるかもしれない。かもしれない。かもしれない。はい。まだわからん。はい、ということでね、こちらのこの第2弾が。明日から開始されますので、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね、ゲットしてくださいね。はい、さあということで、まだあるということですね。はい、あ、実はもう一枚あるみたいです。やったやった、今日皆さんラッキーですね。カミングスーンがまさかのここで公開されてしまいますよ。ということで実はもう一枚出来立てサンプルあります。どうぞ、じゃじゃん、初公開です。こちら第3弾のですね、オリジナルイラストのいいアミューズメントパスとなっております。真ん中にトランちゃん、そしてレイシス、リノンちゃんと3人が可愛いポンポン持っていますね。可愛い。はい、こちらもですね、来週8月30日からのプレゼントとなりますので、ぜひぜひ第3弾もね振るってご参加くださいということで、めっちゃ可愛い。これいいっすね。これいいですよね。どっちも欲しい。
ということでこんな感じで、はい、ぜひコンプリートしていただきたいです。はい、なかなかコンプリートもね大変だと思いますけど、はい、引き続きまだまだねコラボする予定なのでね。あ、待って、うん、そうだよ、6弾まであるんだよこれ10月まであるよ第6弾までありますので、皆さんイラストも毎回変わりますのでお楽しみに。はい、ありがとうございます。さあ、そしてそして KC スタートダッシュパセリキャンペーンです。さあ、今大会の参戦タイトルでパセリを利用しよう。さあ、キャンペーン期間中はパセリ利用額に応じて付与されるパセリポイントがなんと2倍になります。こちらお得なキャンペーンとなりますので、ぜひエントリーをお忘れなく。さらにフォロー&リツイートキャンペーンも実施中です。抽選でパセリが当たるチャンス、ぜひご参加ください。概要欄にキャンペーンの URL がありますので、こちらからチェックしてくださいね。こちら8月いっぱいの開催となっております。まだ間に合いますので、ぜひお得にパセリを貯めてくださいね。ここからはタイトルごとのお知らせです。じゃじゃん、ダンスダンスレボリューションでは8月24日より25周年を記念したアニバーサリーリーグを開催。筐体限定なしで開催する初のリーグ、ぜひご参加くださいとのことで。筐体限定なし。そうなんですよ、あの金色の 20th anniversary モデル、うん、はい、で結構限定されることが多かったんですけれども、今回なるほど、それ以外の機種でもゴールデンリーグじゃなくても遊べますよとのことなので、ぜひ皆さんお近くのゲームセンターでぜひ参加してください。はい、さあ続きましてダンスラッシュスターダム、うん、さあこちら8月2日よりスパークフェスティバル2023が開催中です。今年も豪華トラックメーカー陣の書き下ろし楽曲が多数登場します。明日8月23日の10時からスパークフェスティバル2023、新たな楽曲が登場です。スパークフェスティバル2023もいよいよ大詰め、ぜひイベントを進めて楽曲をアンロックしプレイしてみよう。いや、可愛いですね、もうジャケットが、めっちゃ可愛いですね、めっちゃ可愛い、うん、キューティーって書いてある、もう曲名もキューティー、確かにはい、さあぜひ解禁してください。さあ続きまして、じゃじゃん、コナステ版サウンドボルテックスは現在おうちボルテをちょっぴりお得に楽しめる年間パスを期間限定で販売しています。購入すると1年間おうちボルテをプレイすることができます。すでにベーシックコースに加入している方はサービス利用可能期間が1年間延長されますので、ご安心ください。さらに年間パス購入者限定、いやー、これすごいよ、ビッグマウスパッドキャンペーンも実施中です。年間パスを購入した方全員に漏れなく、全員ですよ、全員に漏れなくビッグマウスパッドをプレゼント。今回は特別になんと実物を公開しちゃいますよ。どうぞご覧ください皆さん。じゃーん、じょじょーんということで素晴らしい。これすごいっす。これすごいですよ。これまずでかいっすよ。でかい。だってブロッキーさん3人分ぐらい。3人分。3人分こう1、2、3入れちゃうぐらい。頭3個。あ、なるほど。こうくらい以上ですね。オッケー。すごい。これはすごいっす。これすごい。ちょっとマイクの前とかに出すとあれですかね。あ、そう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 。どうですか皆さん。あら、かわいい。これは眺めちゃいますね。勢ぞろいじゃないですか。これはいいですよ。これはいいですね、うん、端から端まで見ちゃいますね。はい、はい、入ってる、うん、入ってますね皆さん、ね、見えてますか。こんなに大きいんですよこれが年間パス購入したらみんなもらえるんですよ。みんなみんなです。みんな先着とか抽選じゃなくて全員にもらえますので、はい、ぜひゲットしていただきたいです。さあこちらですね、マウスはもちろんですね、これね、見えますかね、こうこう、まあこう、ちょっと見えますかね、まあこうこうこう、まあ滑らかに、はい、こう私が動かしちゃってるわけですけど、普段こんな感じでマウス動かしてますはい、滑らかにね、動かすこともできるんですけれども、やはりね、まあ一緒に、こちらね、見えてるよね、皆さん、はい、こちらの、この、これが、これがあります、はい、コントローラー専用の置くと、ね、どうでしょう、
かなり安定感がアップするということで、はい、ちょっとエアプレイしていただけますか。エアプレイしていただけますか。見れるんだおお激しい。でも全然これすごいですよ。全然ブレない、全然ブレない、動かないですよ。めっちゃ安定感ある。ガッチリです。ガッチリ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 。だって本当に全然動かないもん。すごい、これはいい。これ、まあ、もちろんボルテに限らず他のね、うん、インフィニタとか、ね、他のポップンとかの専用コントローラーも多分滑り止めというか安定感めちゃくちゃいいと思いますので、うん、これあればもうこれあればもう間違いない。もう家で、まあ、もうバカすから叩きます。そうそう、持ち上げてたまに覗いてね確かにグレイス元気みたいなねはい、ということで、はい、年間パスの販売とこちらのビッグマウスパッドキャンペーンは8月31日までとなっております。今月までですよ、今月いっぱい。はい、年間パス購入した方はキャンペーン特設サイトで忘れずに、そうエントリーしなきゃ買え、あのもらえないからエントリーしてくださいね。はい、買ったらエントリーを忘れずにです。はい、さあそして8月23日から、え、これもすごくない、え、楽曲パック半額キャンペーン開催です。おーすげえ太っ腹トマミさん、太っ腹。はい、なんとですね、楽曲パックボリューム1から16がなんと 50% オフになります。この機会にぜひおうちボルテを始めちゃいましょう。いや、すごいよ、すごくないっすか。マウスパッドも年パス買ったらもう1年間ね遊べるし、このマウスパッドと一緒に安定感バッチリ。あ、ちなみにこうコントローラーも絶賛販売中ですはいぜひ公式サイトをご覧くださいということで、これ結構皆さんびっくりな嬉しい情報じゃないでしょうか。ぜひ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 チェックしてください。はい、ということで、あら、もう台本がなくなっちゃった。お送りしてきました KSC 特別番組ですが、まもなく終了のお時間です。いや終わっていました。改めて、ね、はい、あのブラッキーさん本日はお越しくださいやいやいやありがとうございました。いやいやいや、こちらこそありがとうございますございました。いや、よくあの、いや、なんか、なんていうかね、こう一応ね、打ち合わせというかこう、はい、リハーサル流れとか確認したんですけど、ブラッキーさんめちゃくちゃ静かなんですよあ、はい、あの本番、はい、大丈夫です、はい、みたいなめっちゃ喋ってくれるいやいやいや、そんなそんなありがとうございます。いや、ランズさんのおかげですいやいやいや、もうブラッキーさんのおかげです、ありがとうございますはい、最後に、ね、あの視聴者にもし一言よろしければ。あ、はい、いや、もうこのカルドベル1990曲は本当に頑張って作った曲なんで、皆さんぜひプレイしてもらいたいし、ぜひ解禁してもらえれば幸いです。本当にあと KC 皆さん頑張ってください、はいはい、ありがとうございます。ブラッキーさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、改めて次回の放送はですね、9月19日火曜日20時を予定しております。はい、予選ラウンドの進行はもちろん、さらなる追加情報もどんどん配信していきますので、皆様引き続きご視聴よろしくお願いします。それでは皆様、本当に最後です、予選ラウンド